皆さんこんにちは、プッティーモンキーレンチの時間です。今回は速度グラフについて解説です。以前にもグラフエディターの速度グラフについては何度か紹介しましたが、もう少し踏み込んで解説します。この速度グラフは非常に便利ではあるのですが、慣れるまではなかなか難しく感じると思います。そこで速度グラフと仲良くなれるようにコツや気をつける点を紹介して、実際に速度グラフで緩急をつける練習までを行います。では早速行ってみましょう。まず速度グラフのおさらいです。横軸は時間を表していて、縦軸は速度を表します。グラフの位置が高いほど速度が出ている状態です。0の位置だと停止した状態を表します。グラフを上下させて速度の調整を行うことが基本となります。次にハンドル、こちらはキーフレーム速度の影響を調整する場所です。徐々に動きを変化させたい場合はハンドルを引っ張ります。ハンドルを引っ張り長くするほど影響が高くなり、キーフレームに入ってくる速度または出る速度の変化が緩やかになります。キーフレームに入ってくる速度や出る速度を急激な変化にしたい場合は、逆にハンドルが短くなるように調整してあげます。非常にシンプルですが、実際に触ってみると意外と手こずります。そこでいくつか速度グラフを使う上でのポイントを挙げてみました。グラフの高さを自動ズームを使用する、値グラフ派の人は参照グラフを活用する、スナップを有効にする、キーフレーム速度の連続を使用する、 FQ を押さない、キーフレームの間隔を調整するとなっています。こういったアニメーションを作成しました。円形がモーションパスに沿ってアニメーションするというものです。このアニメーションを使って各ポイントについて見ていき、最後に実践として緩急をつけていきます。まず有効にすると何かと便利な機能について紹介します。グラフの高さを自動ズーム、速度グラフでは速度の編集を行いますが、速度の値を大きく変更した際に他のグラフが見えなくなり、グラフエディターをズームしたりして見え方を調整しないといけません。これが何度も続くと面倒になってきます。こういう場合はグラフの高さを自動ズームを有効にしましょう。グラフの下にある虫眼鏡のアイコンをクリックします。これで速度に変更があった場合に常にグラフが画面に収まるように自動で調整してくれるようになります。私は有効にしている方が編集しやすいと感じているので、基本的には有効にして作業しています。ここは好みもあると思うので、いろいろと試してみてください。次に値グラフを普段は使っていて速度グラフは苦手だという方は、参照グラフを活用するとうまくいくかもしれません。参照グラフを表示すると値グラフも一緒に確認することができます。見慣れた値グラフの変化を見ながら速度グラフを編集すると感覚的にグラフ調整がしやすくなります。どうしても速度グラフに慣れないという方は試してみてください。では他にも見ていきましょう。スナップを活用する、スナップをどういった時に使用するかを見ていきます。まずスナップを有効にするにはグラフエディターの下にある磁石アイコンを有効にします。もしくはスナップが有効になっていない状態でコントロールを押している間はスナップが一時的に有効になります。どちらを使用してもいいですが、私はコントロールを押している間はスナップになるという機能を好んで使います。コントロールを押している間だけ有効になるので切り替えが早いからです。ちなみにシフトを押しながらだとキーフレームの時間を固定することができます。速度を真上や真下に移動させたい場合に使用しましょう。ではスナップはどういうところで使用するかですが、スナップの特性を知ると見えてきます。まずスナップできるポイントは2つです。1つ目は速度0の場所です。速度0の場所にスナップしてくれるので、緩急をつけて停止させる時など速度を0にしたい場合に使用しましょう。もう1点が他のキーフレームに設定されている速度の値にスナップです。こちらは他のキーフレームと速度を合わせたい場合に有効です。スナップを使用するタイミングはこの2点です。スナップ機能に不満点があるとすると、同じキーフレームの入る速度、
または出る速度にはスナップできないという点です。同じキーフレームでスナップが有効になってくれれば、さらに快適に使用できるのですが、残念ながらできません。ここは別の機能で代用しましょう。それがキーフレーム速度の連続を使用することです。キーフレームの入る速度と出る速度を揃えたい場合は、グラフのキーフレームの上でダブルクリックして、キーフレーム速度を表示させます。キーフレーム速度のウィンドウの左下にある連続のチェックを有効にします。OK を押しましょう。これでキーフレームの入る速度と出る速度は常に同じ速度になるように設定されました。いちいちキーフレーム速度を開くのは面倒という方は、グラフエディターの下にあるこちらのアイコン、選択したキーフレームを自動ベジに変換をクリックするか、他にもキーフレームの上でオルトを押しながらクリックすることでも同じ効果が得られます。厳密には連続とは違う効果ですが、速度を統一してくれるという点では一緒なので重宝します。やりやすい方法で試してみてください。気をつける点としては、オルト、クリックや選択したキーフレームを自動ベジに変換を使用した場合は、グラフが変化してしまうので、すでに編集済みのグラフに対して行う際は注意してください。例えば、速度をすでに編集したキーフレームで、出る速度だけを変更したいとなった場合は、キーフレーム速度を開いて、連続を解除する方法で行います。これでグラフは保持したまま、それぞれの速度を自由に変更することが可能になります。オルトクリックや自動ベジの場合は、グラフ自体が変更されてしまうので注意が必要です。アニメーションにもよりますが、キーフレームの入る速度と出る速度は基本的に同じ速度である方が滑らかな動きの作成に向いています。キーフレームの入る速度と出る速度が異なるケースは、急な加減速が行われる場合です。これに当てはまらない場合は、最初のうちは入る速度と出る速度は統一しておくと編集がしやすくなります。次、FQ を押さない。動きの緩急をつけるイージングでは、とりあえず FQ を押しがちですが、押すことによって編集がしづらくなっている可能性があります。値グラフの場合は、影響や速度の調整のためにハンドルを出す必要があるので、とりあえず FQ で問題ないのですが、速度グラフの場合は最初からハンドル操作が可能なので、FQ を押さなくても自由に速度と影響の操作が可能です。FQ を押さない理由は他にもあります。それは速度が0になるフレームが出てしまうということです。試しにやってみましょう。すべてのキーフレームを選択して FQ を押します。すると Easy Ease が適用されてグラフが変化しました。キーフレームのあるタイミングで速度が0になっています。速度が0になるということは動きが止まるような印象を与えてしまいます。再生してみると、速度が0になっているタイミングで動きが止まるような印象になっています。流れるように連続している動きをつけたい場合には、この速度が0になっている状態からグラフを調整していくことが面倒になります。そもそも連続する動きで速度を0にすることはあまりないので、複雑なアニメーションになるほど、とりあえず FQ と押してしまうと、編集の手間が増えてしまいます。グラフはリニアな状態からの編集の方が動きをイメージしやすいので FQ を押さない方がいいでしょう。他にも理由があります。FQ で適用されたイージング設定をそのまま使用することはなく、必ずと言っていいほどグラフは編集するので、わざわざ FQ を押す手間を増やす必要がないかなと思います。FQ を押すケースとしては、速度が0から始まる、もしくは速度が0で終わるアニメーションの場合に使用するくらいなのですが、それであればモーションツールズなどのキーフレーム速度を使用した方が何倍も効率が良く時短につながります。以上の理由から速度グラフでは FQ は押さなくてもいいとなります。最後にキーフレームの間隔を調整する。基本的にグラフが滑らかな方が流れるように綺麗なアニメーションになります。このグラフがうまく滑らかにできずに破綻してしまうことはないでしょうか？このグラフの破綻にはいくつか原因があります。グラフが破綻しないように気をつけるポイントは、キーフレームのタイミングと速度と影響の値の3つです。グラフが綺麗にならないという方は、この3つを注意してみてください。
特に速度と影響をどれだけ調整してもグラフが破綻してしまうという方は、キーフレームのタイミングをずらしてみてください。速度グラフは値グラフと違い、指定の場所まで移動する時間は決まっています。時間は決められているので、おかしな速度を入れるとグラフが破綻します。速度が速すぎたり遅すぎたりすると、時間内に指定の場所まで到達するように辻褄を合わせようとするため、グラフがおかしくなってしまいます。なので、適切な速度や影響、キーフレームのタイミングを探っていく必要があります。ここを意識してグラフの編集を行ってみてください。速度グラフを活用していく上でいくつかポイントを紹介しましたが、実際にグラフの編集をして緩急をつけてみましょう。こちらのアニメーションに速度グラフを使って緩急をつけていきます。速度グラフで編集を行う際に大事なのがイージングの設計です。つまり、どこで速度が遅くなり速くなるのかなど、動かし方をある程度イメージして編集に挑みます。例えば今回の場合はジェットコースターのレールを意識して動きをつけたいと思います。開始時はゆっくりと動き出し、下方向に加速していきます。次に、下方向から上に向かう際も、先ほど加速した速度を利用して一気に駆け上がります。坂を登るイメージなので、登りきるくらいの場所で勢いを失っていくことを表現します。その後また下りになるので、徐々に加速していき、最後に減速して止まるといったイメージで作ります。完成イメージはこんな感じです。加速と減速が入り混じったアニメーションなので、速度グラフに慣れていないと作ることが難しく感じますが、ぜひこの機会に速度グラフをマスターしましょう。では速度グラフを開いて早速編集していきます。最初と最後のキーフレーム以外は、入る速度と出る速度は同じにした方が編集しやすいので、選択して自動ベジに変換します。キーフレーム速度を開いて連続にチェックでも OK です。これで入る速度と出る速度を一緒に動かす準備が整いました。まず開始時から編集していきます。開始時は坂を下っていくイメージで、動き出しはゆっくりしたいので速度を0にします。徐々に動き出すということは、影響を上げて徐々に加速するように調整します。2つ目のキーフレームでは、坂を下り切った場所なので速度が出ている状態が視線です。速度が出ている状態を作るために、ハンドルを真上に持ち上げます。この時、シフトをしながら行うと、時間を固定した状態で速度を調整できるので活用してください。次は、速度が出ている状態を利用して坂を登っていきます。坂を登るので、徐々に速度が落ちていくと自然な動きになります。なので、減速した速度にするために速度を下げていきます。速度をゼロにしてしまうと、アニメーションの流れが止まってしまう印象を与えることになるので、ゼロにならないように調整してください。3つ目のキーフレームへ入る際は、坂を登り徐々に速度を失うイメージなので、入る速度のハンドルを左側へ引っ張り、影響を高くしておきます。これで速度が出ている状態から徐々に減速する動きを表現することができます。グラフが滑らかな線を描くように、速度と影響の値を探ってください。この時、どうしても滑らかにならない場合は、一つ前のキーフレームの速度の値が高すぎる、もしくは低すぎる可能性がありますので変更してください。それでもうまくいかない場合は、キーフレームのタイミングをずらしてあげるとうまくいきます。グラフが滑らかな曲線を描くように試行錯誤します。では次に、3つ目のキーフレームの出る速度の影響を編集します。4つ目のキーフレームに向かうときは、徐々に加速していってほしいので、影響の値を高くします。ハンドルを右側へ引っ張りましょう。4つ目のキーフレームに到達するタイミングでは、急な坂を下っているタイミングなので、速度がかなり出ていると自然なアニメーションとなります。速度を上げましょう。この時、速度を上げながら3つ目のキーフレームも確認しておきます。3つ目と4つ目のキーフレームの間にあるグラフが破綻しない程度に速度を上げます。確認しながら行うと、これ以上速度を上げるとグラフが破綻する箇所が見えてきます。
しっかりグラフを見ながら適切な位置に持ち上げましょう。では最後のキーフレームを調整します。最後は勢いを失って減速しながら停止しますので速度をゼロにします。入る速度の影響を高くして減速します。ハンドルを左側へ引っ張ります。これで完了です。一度再生してみましょう。ここでまだスムーズな動きになっていない場合などはグラフが滑らかな曲線を描いていないことになります。グラフを確認して速度をコントロールしましょう。気をつける点は速度の高さと入る速度と出る速度の影響の値、最後にキーフレームのタイミングです。ここは時間をかけて根気強く編集することで動きのクオリティを上げることができるので練習あるのみです。皆様お疲れ様でした。速度グラフの編集はいかがだったでしょうか。いろいろとコツとなるポイントはお伝えしましたが、どこまで行っても練習あるのみです。いろいろな動きで試して自由に速度をコントロールできるようになりましょう。ではまたお会いしましょう。さようなら。